皆様ご機嫌いかがでしょうか。穂積寺住職の脇田聖徳こと聖徳です。さて、このチャンネルは豊かな人生を送るために運を高める内容を発信させていただいております。よければチャンネル登録高評価どうぞよろしくお願いいたします。今回は前回結構ですね、人気があったようで、今回もですね、引き続き手相の中でも幸運の手相作りについて、マッサージ、あとエクササイズ、これらの観点からお話ししたいと思います。今回はその中でも健康編、幸運の手相作り健康編についてのお話です。手相というのはもともと自分の手に刻まれている運勢を表すものです。でも人生は日々刻一刻と移り変わっていきます。それに合わせて当然手相というのも変化をしているんですね。もしも自分で手相を変えて開運できるとしたら、もうこんなにいいことはない。で、そこで自力で手相を変えるにはじゃあどうしたらいいのって言った時に、一番早い方法は実はエクササイズなんです。で、自分自身でセルフで開運できる幸運の手相作り健康編について今回はご紹介させていただきます。では、幸運の手相作り健康面で見ていく上でマッサージするべきところってどこだと思いますか？まず手の中でマッサージするところはここ、生命線なんですね。その名前の通り、命の、生きる命の線、生命線、ここなんです。で、もし健康運を高めたいと考えるのであれば、この親指と人差し指の間を支点にして手首に向かって伸びていく生命線を大事にしてください。生命線というのはその人の生命力が現れ、体や精神の強さ、そしてスタミナを知ることができます。短くてもあまり問題はないです。短いとですね、寿命があってよく聞くんですけど、そんなことはないです。大事なのはどうカーブを描いているか、どのようにカーブを描いているかなんです。人差し指と中指の延長線上よりも線が張り出してカーブを描いている人、線が張り出している人は、非常にパワフルです。もしマッサージをするなら親指の付け根、ね、親指の付け根を外側から内側に向かって揉んでみましょう。こうですね、このように揉んでください。そうすると次第にエネルギッシュになっていきます。カーブをつけてあげるためにこう揉んであげるんですね。こうやって揉んでください。はい、これで活力が湧いてきます。で、次に二つ目いきましょう。二つ目は肉体的な健康に結びつく手の場所、それは親指と人差し指の間にある第一下正球です。ここなんですね、親指と人差し指の間、ね、ここがポイントです。親指と人差し指の間に広がるこの部分というのを第一下正球というふうに手相では言います。ここは行動力を意味する場所であって肉体的な健康を司る場所、部位なんですね。そのためここが発達していると、ここが、厚みがあるとですね、情熱的でアクティブな性格だと言えます。もしなんだか行動する元気が湧いてこないよという時はこの第一下正球、ここをしっかり揉んでください。障害やトラブルも何のそので人生を勝ち抜くパワー、バイタリティが湧いてくるはずです。ここを揉んでくださいね。そして次に3つ目は精神的な健康に結びつく手の場所、それは
感情線と知能線の間にある第二下垂球、ここです。ここね、感情線と知能線の間にある第二下垂球で、ここはですね、精神力を意味する場所なんですね。で、精神的な健康を司っている部位です。そのためこの部分が発達して厚みがある人というのはメンタルが打たれ強くて、ちょっとやそっとではくじけない強さを持っている性格です。まさに鋼のメンタルですね。もし何をやっても長続きしなかったり、ちょっと心が弱っているよっていう方、そういった場合はこの第二下垂球をやや強めに揉んであげてください。ちょっと痛いかなって感じるぐらい。そうすると精神的な強さが湧いてきます。強く揉んであげる、ね、ここは、心を意味する場所なんですね。さっきの第一下垂球は体、肉体を意味するところでした。では最後、もっと気力や体力、精神力を充実させるためのマッサージについて最後お届けしますね。もっと気力や体力を充実させるためには生命線を鍛えるためのマッサージを実践してみましょう。生命線はこちらですね。ここで手の親指と小指、ここをくっつけて親指の付け根にシワを寄せるだけです。親指の付け根にですね、シワを寄せるんですね。そのためには親指と小指をくっつけます。くっつける、それだけで OK。 生命線が太く刻まれるようになって大きく美しいカーブを描き出してくれます。そうするとやる気が湧いてきて行動力がぐーんと高まってきます。最近ちょっと疲れ気味かもと思ったらこのマッサージですね、このマッサージを心するように心がけてみましょう。手相というのは手を揉みほぐすことによって血流が良くなって筋肉の凝りほぐれてだんだんといいものに変わっていきます。新鮮な運気を全身に行き渡らせるようにするためにも、自分が今必要としている運気を司る部分のマッサージだったりとかね、エクササイズをしてみましょう。そうすることであなた自身で自分の健康運の波を作り出していくことができます。そしたら手相も人生も自ら豊かなものに変えることができるはずです。はい、ということで今回は、自分で健康運を高めるための、手相エクササイズについてお話しさせていただきました。それでは皆様、本日も最後までご視聴ありがとうございました。良きことがさんさんと降り注ぎますように。